ですね、私はお昼ご飯を食べきました。さっきマイクをさせてもらって、その後のお昼ご飯を食べてきたんですけども、ここに来ています。二年坂にある、湯豆腐で有名な奥丹という料理屋さんに来ました。 I'm so starving、 めちゃくちゃお腹空いてます。で、見てください、この素晴らしい庭園、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。この素晴らしい庭園を見ながら、今からお豆腐料理をいただきたいと思います。美味しそう、もう最高です。で、これが京都のお豆腐は、普段私たちが食べてるお豆腐よりもちょっと硬いみたいです。では早速いただきたいと思います。 So when you eat this kind of tofu, put the balls, ネギね、green onions and some spices, 山椒とこうやってお出汁、お出汁は英語でも出汁って言うんですけど、それを入れて、ここに、そう、ちょっと本当硬い。 It's like kind of stiff actually. It's very easy to pick up. 取りやすい。あ、本当だ。ちょっと待ってください。いただきます。そう、rich、めちゃくちゃ味が濃い、お豆腐の味が濃いです。めっちゃ美味しい。最高。Okay, tofu cuisine is in Kyoto, the where the water is clean, made as a 精進料理。精進料理のためにこの京都の人たちは水がきれいな京都でお豆腐料理を使ったそうです。You can see many various tofu cuisine, like from sweets and this kind of dish. はい。やっぱり京都といえばお豆腐ですよね。あ、そうだ。ここのお店に入ってきた時に、京都ならではと言いますか、最初いらっしゃいませじゃないですか、普段は。でも京都だと、ようこそお越しやすって言われました。あー、すごい、もう本当に京都を満喫する感があります。もうそれも おもてなしですよね。最高です。はい、これからたくさんいただきたいと思います。皆さんもぜひ京都に来たら二年坂の奥田さんにぜひ来てみてください。またねー。